スター女優の竹内優子さんが急死した経緯は依然不明のままです。亡くなった9月27日、竹内さんは中林大輝さんと息子2人と家族で食事した後、一人で寝室に向かったと言われていますが、直前には夜風に吹かれながらベランダに出ていたそうです。なぜ突然自ら命を絶ってしまったのか。同業の俳優だけでなく事務所のスタッフですら疑問に思っているそう。そんな中、竹内さんの所属事務所は次のようにコメントを発表した。あまりに突然の信じがたい出来事に所属タレントや社員は未だ戸惑いの中にあり、この事態を到底受け入れられる状態ではなく悔やみきれない思いであります。しかしながら竹内優子は弊社にとって永遠にかけがえのない大切な所属女優であることに変わりありません。これからもその存在に寄り添っていく所存でございますとコメントした。そんな竹内さんは10月に発売された女性誌リーの表紙を飾り、美しい笑顔を見せている。当時のインタビューでは育児休暇と留守番期間が重なったことで自分の人生を考え直すきっかけになったことを明かしているが、もう少し自分の人生を大切にして家族との時間を楽しんでいきたいと前向きな姿勢を見せていた。私生活では若くてイケメンな夫と2人の子供、そして仕事のオファーが後を絶たない彼女を周囲はなぜという言葉でしか表現できない。竹内優子は弊社にとっていつまでも大切な大切なメンバーです。その言葉に全てが集約されていた。10月27日未明に自宅マンションで急死した女優の竹内優子さんは所属事務所スターダストプロモーションにとって特別な存在だった。タレントも社員も戸惑いが続いており、この状況を全く受け止められる状態ではなく悔しさの気持ちが完結しないと衝撃の大きさを示している。竹内さんは高校入学前の春休みに東京原宿でスカウトされた。当時の彼女を知る関係者は彼女は派手ではなかった、彼女が通っていた埼玉の高校はガーリーな子が多かったのですが、彼女はどちらかというと地味な子でした。学校の同級生と付き合っていたのではないでしょうか。見た目は地味だが原石の中の逸材である。清純派女優としてデビューしたが同性から支持される稀有な存在となった。その際竹内さんには真の強さがあると全員が認めたという。芸能関係者は嫌なことははっきりと嫌うタイプの人でした。気が強く自分の価値観を大切にしていた。一方でナイーブな一面もあり、周囲からはガラス細工のように扱われていた時期もあったという。撮影現場にスタッフと役者さんだけでいると急に殻に閉じこもった感じになってしまうんですよね。彼女は近寄りがたいオーラを放っていて一点を見つめているだけの時もありました。彼女がまだデビューしたての頃、事務所の幹部が来ていて丁寧に面倒を見てくれました。竹内さんは不安を感じると夜でも事務所の重役に電話をかけて悩みを打ち明けていたという。こうして竹内さんはトップ女優になった。所属事務所の徹底的なフォローがなければ今のようなスターに離れなかったでしょう。竹内さんは単なる女優ではなく事務所の象徴だったのです。そんな竹内さんの訃報にダウンタウンの松本人志さんが10月4日フジテレビ系ワイドなショーに出演、芸能人生活について語った。番組では9月27日に急逝した女優の竹内優子さんの死去のニュースを取り上げ、
仕事もプライベートも順調にこなしているように見えた竹内さんとの唐突なお別れに悲しみが広がっていることを伝えました。松本さんは竹内さんとはお話ししたことがないと前提にして仕事がうまくいっていると見られているのでしょうが、俺も40年くらい仕事をしていて仕事がうまくいっていると感じたことは一度もありませんでした。だからいろいろあるんですよ。その上で、でもね、そういうことをしようと思ったことも何度かあるというか、自分で終わらせようと思ったこともあるんですよ。でも僕の中での解決策は、そういうのは絶対に使わない切り札だし、変な言い方だけど、いつでもできるから、今日じゃなくてもいいし、明日にでもひっくり返せばまた変わると思うんですよ。みんながそんな風に考えられるようになればいいと思います。と語っていた。また、竹内さんのストイックさも噂されている。竹内さんは、いつ会っても同じ印象の人でした。午前中でも午後でも、どのスタッフにも笑顔でおはようございますと声をかけていました。取材の時も上司や親しいスタッフに声をかけているように、インタビュアーとの間に壁を作ることはなく、気さくに話していました。高校生の頃は自分でお小遣いを稼ぐことがポリシーの家で育ったので、働くことが当たり前のようになっていました。それが仕事の基本になっていますが、年に1回、1週間ほど海外旅行に行くという贅沢が、また1年頑張ろうというモチベーションになっています。ちょっと極端な見方かもしれませんが、贅沢は一生働き続けるために必要な出費なのかもしれません。そんな顔を見せる一方で、仕事の現場でどうしても納得できないことがあると、その感情をあからさまに表情に出したり、意見を交わしたりするだけでなく、スタッフに泣きながら抗議したこともあるという。仕事に真面目に取り組んでいるからこそ、熱い思いがあるのですね。